戦闘終了。先に進もう。相手が悪かったな。負けられないのだ。まだ負けられないんだ。戦闘終了。先に進む。顔を洗って出直してきた。これぞ勝利の美酒ってやつだな。相手が悪かったな。戦闘終了。先に進もう。相手が悪かったな。出直してきた。みんな行くわよ。これ
だいけるわ。相手が悪かったな。
相手が悪かったな。終了、先に進もう。相手が悪かったな。お疲れ様、何か依頼を達成したら。Thank you.
相手が悪かったな。
相手が悪かったな。相手が悪かったな。まだ負けられないんだ。戦闘終了。先に ゼロ力場発生機の設置は届け先はロレンとルーアン、そしてサイス。くれぐれも戦闘終了。先に進もう。相手が悪かったな。Yeah!
戦闘手先に進もう。戦闘終了。先に。出直してきた。
て出直してきた。戦闘終了。これで終わりだ。
負けられないんだ。何かお困りのことでも。あれ？どうもジャンさん。ご無沙汰しています。エステル君、それにヨシワ君も。そうか、みんな無事で何よりだよ。君たちが塔に行ってる時に例の現象が起こったから、さすがに大丈夫か心配だったんだ。心配してくれてありがとう。こちらはなんとか大丈夫です。ルーアンの方こそなかなか状況は厳しそうですね。ああ、かなり混乱している最中さ、あの貝殻みたいな巨大な物体が湖の上に現れたかと思ったら、新市長のノーマン氏もさすがに対応しきれなくてね。正直レイブンメンバーや七王教会の人たちがいなかったら、市内はパニックに陥ってたと思う。連中が例の動力停止現象の直後、パニックが起こりそうになった時に率先して混乱を収拾してくれたんだ。今も有志としてギルドに協力してくれているよ。マジかよ。そっか、やっとやる気を出したんだ。さらに面倒なことが一つ、よりにもよって羽根橋が上がっている時に例の異変が起きてしまってね。おかげで手漕ぎのボートでしか外区の移動ができなくなったんだ。そうなんだ。確かにそれしか方法はないもんね。ただまあ、いつまでもこの状況が持つとは思えない。各地の支部や王国軍と協力して対策を立てていきたいんだけど、通信機も使えないから連絡が滞っているありさまでね。安心してジャンさん、私たちがいいものを持ってきてあげたから。いいもの？はい、実は。そうか、やはりあの巨大な物体は結社の仕業だったんだな。でも通信機が使えるのはとんでもなく助かっちゃうよ。早速設置してくれるかい？はい、それでは。これで設置は完了です。おお、これで通信機は使用可能になりました。ただし先方の通信機が直っていることが前提ですが。いや、それでも大助かりさ。この状況で情報があるのとないのとでは天地の差だからね。ラッセル博士と君たちにお礼のキスをしたい気分だよ。気持ちだけ受け取っておくわ。ま、この調子で残りのギルドの通信機も直していくつもりだ。他に手伝うことあるかい？そうですね、一応掲示板に出ている仕事をチェックしておいてください。それと
ルーアン近郊で民間人がいそうな場所の様子を確かめに行ってくれると助かります。確かにこんな状況だし、パトロールは必要かもね。できる限り気をつけて回って。ああ。調子はどうだ？ああ、言われた通りしっかり市民を誘導してるぜ。橋は通行不能。南海区に行くならホテルのボートを使えってな。他のメンバーもちゃんと持ち場でやってたよ。うちのメンバーって意外と真面目なやつが多いよな。ああ、今のところは連中も励んでいるようだな。もしサボってる奴がいたらすぐに知らせに来いよ。俺様がガツンとやってやるぜ。おお。へえ、驚いた。本当に頑張ってるみたいね。お前ら、アガットさん。どう、エステルちゃん。俺たちが大活躍した話、もう聞いてくれたかい？ジャンさんから聞いたわよ。市内のパニックを未然に防いでくれたそうじゃない。おう、この活動は6個のやつの発案でな。今は町の中の警備や案内役を引き受けてるんだ。つまり自警団のようなものですか？そんなお堅いもんじゃねえけど、今もその活動について打ち合わせをしてたところさ。こいつらなりにけじめをつけたってところが、どこまでやれるか見せてもらうとしようぜ。勝手に始めたことだし、あんたらに迷惑はかけねえ。もちろん実際の活動ではギルドに協力。あ、うん、そうして。よろしくお願いします。じゃあ俺たちはまだ打ち合わせがあるんで。南区に行きたいときは私船を使ってくれよな。ホテルの地下から船着き場に行けるからさ。それじゃまたな。ジャンさんが言って。なんだ、あんたたちも向こう側に渡るつもりかい？あ、うん、そうしたいんだけど。やっぱりミラがかかるの？いや、新市長の計らいで私賃はタダなんだが、それでも並んでいるだけで30分は待たされるんだからな。正直やってらんないよ。そいつは結構かかるな。ま、往復を考えたらそのくらいは仕方ないだろう。どうする、エステル。僕たちも向こうに渡るかい？仕方ないわね。わかった。待たせたな。お前さんたちの番じゃぞ。とっととボートに乗るがいい。あ、うん、よろしくお願いし。
戦闘終了。先に進もう。戦闘終了。相手が悪かったな。
戦闘終了。先に進もう。先に進もう。さ、お前後ろが詰まっとるんじゃから、どうしてこんなことに。早く知らせなくちゃ。はあ、あんたら。話は後で、こいつらを追い払うから。下がってて、巻き込まれると危険だ。なんでこんな場所に走行銃が嫌がる。来るぞ。
行くわよ。まだまだいけるわ。相手が悪かったな。さすがに手ごわかったわね。ああ、なんとか間に合ってよかった。た、助かった。エステル、それにヨシュアだったな。すまねえ、危ないところを助けてくれ。ま、それが私たちのお仕事みたいなもんだから。それよりも、一体何があったんだい。今の魔獣、この辺りで普通にいるやつじゃないよ。それが学園が、王立学園が襲われたんだ。詳しく話せ。あ、うん、俺いつものように校舎裏で授業をサボってたんだけど、赤い装甲の兵士たちがいきなり正門から入ってきたんだ。用務員のおっさんが止めようとしたんだけど、そいつら銃でおっさんを。まずいな。それを見て俺頭が真っ白になっちゃってさ、なんとか助けを呼ぼうとここまで逃げてきたんだけど。事情は分かった。このままルーアンに行ってギルドに伝えてくれるかい。僕たちはこのまま学園の近くまで行ってみるから。分かった。あいつら今の魔獣以外にもでか、くれぐれも気をつけて。話を聞いて飛んできたはいいけど、かなり危険な状況みたいね。応援が来るにしてもちょっと時間がかかるかも。そっか。どの道動力兵器が動かない以上、軍の部隊も当てにならんだろう。白兵戦に慣れている俺たちがケリをつけるしかなさそうだ。ただ学園の関係者が捕まってる可能性は高いだろう。迂闊に動くのもやばいぞ。確かに。なんとか内部の状況がわかるといいんだけど。少しだけ待ってて、学園内の様子を調べてくるよ。ヨシュア、どういうこと？偵察などの隠密行動は僕が最も得意とする分野です。敵戦力と人質たちの状況を一通り調べられると思います。なるほどな。うん、それが可能ならぜひともやってほしいところだが。でもそれって危険なんじゃ。大丈夫。もっと厳しい状況で潜入活動をしたこともあるから、心配はいらないよ。でもヨシュア、どうしても一人で行くつもり？
単独で行動した方が成功率は高くなるからね。ここは一人で行かせてほしい。そっか、一つだけ確認。あの時の約束ちゃんと覚えてる？最後まで一緒に歩いていくだ。大丈夫、絶対に忘れないから。うん、それならよし。よしや、くれぐれも来、うん、分かってる。それでは行ってきます。おい、いいのか？うん、この状況でついていったらかえって足手まといになるし。それにヨシアを信じてるから。お姉ちゃんいい女になったじゃない。表には巡回がいる。表には巡回がいる。表には巡回がいる。表には。表には巡回がいる。表には巡回がいる。なぜこのような牢石を働く？目的は二つです。まず我々は王国内にさらなる混乱をもたらすよう上から指示されていましてね。そこで我が懐かしの母校を舞台に選ばせてもらったんですよ。
熱心に政治への道を志していたのに、いつから君の情熱は失われてしまったのかね。理想は理想、現実とは醜いものですよ。ミラと権力こそ全て。ダルモアの秘書をしていた時に僕はその真実を悟ったんです。いずれは市長を追い落として後釜に座るつもりでしたが、遊撃士どものおかげで目論みがパーになりましてね。そこで別の形で権力をつかむことにしたんだ。愚かな。何とでも言うがいいでしょう。そしてもう一つの目的はリベール王家の姫君ですよ。噂によるとこの学園に在籍なさっているそうですね。どの生徒がそうなのか教えていただきましょうか。何を言っているのかさっぱりわからないな。確実に言えることはこの学園にそのような娘は存在していないということだ。君の完全な見込み違いだぞ。あくまでとぼけるおつもりですか。まあいい、時間はたっぷりある。じっくり見定めるとしましょう。彼が今回の首謀者か。そういえば学園の OB という話だったな。教師の姿が多分別に。救出時の助けになるからね。なるほど。オーケー、メモに書くから待ってな。ありがとう。1時間もしないうちに、それまで我慢しててほしい。わかったわ。お前らの方こそ。クッソレット、無事片がついたら学食で飯くらい付き合えよ。今まで何をしてたのかみっちり話してもらうからな。
わかった、お手柔らかに頼むよ。表には巡回がいる。見張りの敵兵2名、他の部屋にいる気配もなさそうだ。表には巡回がいる。表には巡回がいる。表には巡回がいる。敵兵士は4名。何か起こった時のための待機要員といったとこ。もしかしたら2階には人質がいるかもしれない。生徒2人と撃たれた用務員の人が、あの様子だと致命傷じゃなさそう。まずは一安心かな。これで一通り調べたか。この程度の戦力なら、いや今はまだ。そ、急いでみんなのところに戻ろう。以上が偵察で判明した学園敷地内の。お、そうか、よく調べてきてくれたな。ああ、これでなんとか作戦が立てられるってもんだ。しかし、あのギルバートが学園を襲った張本人なんて、しかもクローゼのことを狙ってたみたいですって。箱舟で会った時、足腰が立たなくなるくらいぶっ飛ばしておけばよかったわ。かつて有能な市長秘書で、今は結社の使い走りか。挫折して根性が歪んじゃった元エリートの典型って感じね。うん、まさにそんな感じ。でもどうしよう。兵士の数もそれなりだし、人形兵器や装甲銃もいるのよね。それに人形兵器を動かしているっていうことは、弊社の人たちはこの
の状況でオーブメントが使えるってことだよね。あ、どうやら博士の発明したゼロ力馬発生機と同じような技術が使われているみたいだ。しかも数に制限はないらしい。ってことは連中の方は銃もアーツも使いたい放題か。さすがにちょいと厄介だな。ま、定番かもしれないけど、ここは二手に分かれるべきね。正面へ戦力をおびき出して裏から別動隊が突入するみたいな。だがそれをするにはちょいと戦力が不足してるな。正面からの攻め手は6人くらいは欲しいところだ。そうですね、それだけいれば待機中の兵士をこちらに引きつけられそうです。でも6人ってここにいる全員じゃないの。このまま王国軍の部隊が到着するのを待つしかないわけ。それについては自分たちが補わせてもらおう。なんとも絶妙なタイミングで来てくれたな。ついさっきルーアン支部に到着してね。ジャンから話を聞いて慌てて駆けつけてきたわけさ。まったく、これ以上ないくらいの援軍だわ。エステルちゃん、湖畔で助けてもらって以来だね。あの時はありがとう。危ないところを助けてくれて、あのあとエステルちゃんがさらわれちゃったって聞いて。いいってば。こうしてちゃんと無事だったし、それにヨシアも戻ってきてくれたしね。そっか。久しぶりだねヨシア君。お姉さんのこと覚えてるかな。はい、もちろん。僕がいない間エステルがお世話になったそうですね。どうか礼を言わせてください。お世話になったのはむしろ私の方なんだけどね。それより私としては、君がいない間エステルちゃんがどれだけ寂しそうにしてたか。ちょっと、冗談だってば。どうやらあんまりゆっくりできない状況みたいだし。実はそうなの。ヨシア、もう一度学園内の状況を話してくれる？了解。なるほど、そういう状況か。確かに二手に分かれて迅速に事を運ぶ必要がありそうだ。そうなると10人いるかな。正面6人、裏手4人に分かれるのがいいんじゃないか。ま、妥当な線だろうな。問題はどういうメンツで分かれるかってことだが。あ、それなら私裏手から突入する方にするわ。この学園のことだったら他の人よりも詳しいと思うし。僕も同じく。というかついさっき偵察してきたばかりですから。それじゃあ私も裏手からの突入班に参加してもいいかな。前にエステルちゃんと一緒に戦おうって約束したしね。アネラスさん、フットワークの軽さを考えると妥当なところでしょうね。ただあんたたちは3人とも前に出て戦うタイプだから、サポートできる人間が1人同行した方が良さそうね。ならば自分が務めさせてもらおう。砲術でエステル君たちのバックアップができるはずだ。クルツさん、よろしくお願いします。どうやら決まりだな。そういやカルナ、あんた獲物は大丈夫なのか。ああ、動力銃のことだね。さすがに困り果てたんでこんなものを調達したんだよ。何そのごつい銃。
ラインフォルト社製の火薬式アサルトライフルさ。武器屋のエファさんがコレクションしていた年代物でね。無理言って貸してもらったのさ。そいつはまた珍しいものを。確かに火薬式の銃なんて最近じゃ全然見かけないわね。ってティータちゃんも火薬式のガトリング砲を持っていたっけ？はい、おじいちゃんが貸してくれた秘蔵のコレクションなんです。正直動力銃と比べると重いし、すぐに弾切れするしで使い勝手が悪いんだけどね。威力だけは大したものだから十分実戦で使えると思うよ。うん、これで正面からの陽動班も問題なさそうだな。早速作戦を始めるとするか。オッケー、頑張ります。は何を考え、こんなところを占拠したってガキどもをビビらせるのが関の山じゃないか。確かに王国内を混乱させるなら都市を狙った方がいい。ただこの学園は各界の領家子女が集まっているらしい。噂じゃリベル王家の姫君がお忍びで在籍してるって話だぞ。王家の姫君？ははそれはないさ。王ただ怪盗紳士がご囚人という娘がここの生徒で、しかもギルバートはそれが誰なのか突き止めるつもりらしいぞ。なるほど、それが本当ならいい点数稼ぎにはなりそうだな。しかしそうなると軍やギルドが本気でかかってくるかもしれん。警戒する必要がありそうだ。何、占拠したばかりだしすぐには気づかれないだろう。それに連中は俺たちと違って火力を集中する。うん、か、火薬式の銃器だと？骨董品を持ち出しやがって。このままだと突破される。待機してる連中を呼ぶぞ。始まったわね。うん、私たちも急が。この先の裏門の鍵は先ほど外しておきました。すぐに開くと思います。分かった、速やかに各施設に侵入し拘束された人々を救出する。救出した者は手帳の人質リストでチェックしていくことにしよう。了解、レッツゴー。
な、お前たちは。いたわね。行くよ。終了、先に進もう。おや、エステルさんにヨシュア。びっくり。実はそう、ありがとうね。それで学園内まだ戦闘は続いているの？正門付近での戦いも含めて未だ予断を許さない状況だ。先生方も安全が確認できるまで。そう、生徒たちのこと。そうだ、おばさん。あ、いいんですか？なに、助けてもらったお礼さ。人助けもいいが、くれぐれも気をつけ。ありがたくいた。エステル君とよっご、そ、俺、貴様ら、ユウ、出たわね。制圧する。貫けぬこと鋼のことし。
宝術儚きこと無限のごとし。ご無沙汰しています。エステル君、ヨシア君、君たちが来てくれると後ろの諸君も。ギルド、はい、クルツナルダンと申します。はじめまして、アネラス・エルフィードです。そうか、感謝。兵士を率いているのが誰なのかは。元市長秘書のギルバートでしょ、あいつ。ああ、ただクローゼ君が王家の姫君であるという、そういった人物が学園にいるという情報だけを。あの怪盗男のことを考えたら、執行者とただの戦闘員では権限に天地の差があるからね。多分余計な情報は知らされていないんだと思う。なるほど。でもそうなると他の女の子がとばっちりを受ける可能性は。ああ、私もそれが心配で。すまないが、そのあたりも気をつけておいて。うん、わかりました。今かと待ちくたびれちゃったぜ。ごめんね、待たせちゃって。あれから状況に変わりは。うん、実はね、さっきギルバートが来て王家の姫がいないか聞いてたのよ。素直に名乗り出れば特別待遇にしてやるとか。ぬかあっちゃー、見込み違いもいいところだね。まあ、なんとか俺たちで適当にあしらっといた。ありゃ、豪雨に癒したら何をするかわからねえぞ。うん、そっちはなんとかする。なあ、それで私たちはどうすればいいのでしょう。あ、ごめんごめん、悪いんだけど安全になるまでここで待っていてくれる？まだ外で戦闘が続いているから。了解しました。もう勘弁してほしいよ。心細いですけど頑張って待ってます。ごめん、なるべく早く蹴りをつけるつもりだから。ハンス、ジルさん。はいはい、分かってますって。下手に動いてあんたたちの足手まといにはならないわ。蹴りがついたら来てくれ。その後の対応は。うん、その時。それじゃあまた後で。おい、お前も見たところ背も。あ、そっちは陽動だから。な、それは答えになっていないような。
せい。戦闘終了、先に進もう。君たちは？エステルさんに、ヨシュアさん？お久しぶり。久しぶりだね。どうして君たち、下手にだが、その可能性もあるけど、外に出るよりは安全だと思うよ。流れ弾に当たっちゃったり、猛獣にパクッとされたくない。ああ。もうアメラスさん、脅かしちゃダメじゃない。そんなわけで、しばらくの間。はい。あなた方は、みんな大丈夫？怪我している人は。エステル。それにヨシュア、なんでこんなところにいるんだ。うん、それがね。なるほど、これは。授業をサボった挙句に自分一人逃げただけじゃないか。これだから落ちこぼれは。よせよデニス。この状況に限って言えば、彼の行動は正当かつ有効。おかげでエステルさんたちがここに来てくれたのですから、不当な侮辱と非難はあなた自身の価値を下げますよ。まあまあ、みんな落ち着く。とにかく、おっと、わかった。他の生徒のことはくる、うん、任せといて。Thank you.
みんな行くわよ。これでお戦闘終了。先にす。お前らエステルさんに。ヨシュアさんじゃないですか。二人ともお久しぶり。手短に事情を説明。そう。どういたしまして。それより用務員さんは大丈夫なの？撃たれたって聞いたけど。撃たれた傷はそれほど深くなかったんですが、手当てをした直後に疲れて眠られてしまったんです。新学期が始まったばかりで忙しくされていたらしくて。そっか。顔色が良くないのは疲労も原因みたいだね。うん、少々いいかな。砲術、穏やかなること、白波のごとし。おお、相変わらずお見事ですね。先輩のこの術にはいつもお世話になってるんだよね。確かにおっさん、さっきよりも顔色がいいな。ええ、このままゆっくり寝かせておいてあげましょう。皆さんどうもありがとうございます。僕たちにお手伝いできることは。悪いけどまだ外は危険だからね。敵を誘導してる今がチャンスね。早く人質を解放しに行く。どうしてこん。
それはこあんたたちみたいなおじさんが。な、女子寮といえば花も恥じらう乙女の園。せめてリボンでもつけて出直してきてほしいですね。ふざけるな。思わず想像しまっただろうが。短にじそうな、そ他のみんなと合流できそう。まだ戦闘が続いてるから。必ず全員救出するから安心して待っていてほしい。そっか、わかりました。この方向は学園の裏手からだ。リストの残りは一人。その人物ということか。急ぎましょう。敵を誘導してる今がチャンスね。精進を怠らぬことだ。君たちか。ギルバート。おっと、それ以上は近づかないでくれたまえ。このお嬢さんを傷つけたくなかったらな。いや、あ、クローゼの後輩のフェンシング部に所属してる子だったね。いつもいつも君たちは僕の邪魔ばかりしてくれる。だが今度ばかりはそうはさせない。この娘を手土産に
僕は結社の階段を上り詰めるのだからね。え？どうやら見食らう蛇は想像以上に今リベールに来ているのもあくまで氷山の一角。おそらくその影響力は大陸全土に及んでいるはずだ。さぞかし出世のしがいがあるに違いない。なるほど、そういう発想もあるんだ。なんていうかいじましいまでの上昇志向ね。黙りたまえ。もともとリベールなんていう小国ごとき僕には狭すぎたのだ。見食らう蛇こそ僕が上り詰めるのにふさわしい舞台。君たちなどに邪魔はさせない。まあせいぜい頑張ってと言いたいところだけど、その子をさらったところで出世の役には立たないと思うわよ。どうやら君たちはこの娘が身分を隠したリベール王家の姫であることを。だから違うって言ってるじゃないですか。しらばっくれるのはやめたまえ。僕が聞いたところによると、その姫は再建をよく使うそうだ。そして現在フェンシング部の女性とは君しかいないという。ならば君以外にありえない。それって、ああ、なんていうか思い込み。ここに極まれり。なんだその反応は。あのね、あんた前にバレンヌ灯台で逮捕された時のことを覚えてないの？忘れるはずがないだろう。あの時のことを思い出すと今でも腹綿が煮えくり返るくらいだ。だったら僕たちに同行していた女性とのことも覚えていますよね。一応面識もあったみたいですし。ああ、クローゼ君のことか。そういえば拘束した生徒の中には見かけなかったような。え、そういうこと。東大でもクローゼ再建を使っていたでしょ。そういえば、いやそんなバカなことはありえない。ここまでやったのに無駄足だったなんてことは。現実逃避を始めましたね。哀れな。黙れ。どの道人質を取っている以上僕が有利なのは同じことだ。傷つけられたくなかったら全員すぐに武装解除しろ。なんか本気でぶっ飛ばしたくなってきたわね。なんとか隙をつければ。どうした。言う通りにしないんだったらこの可愛い顔に傷をつけて。ミチェル、こっちよ。はい。ジーク、どうしてここに？もしかして。これは参った。すごい、すごすぎるよ。バカな、そんなバカな。さてと、それじゃあお仕置きと行きますか。しよう。
ばかり。負けられないんだ。お願いします。命ばかりはお助けを。まったくもう、いきなり卑屈にならないでよ。最後はなんだか弱い者いじ。自業自得というものだ。それでは教会規約に従い、君の身を拘束させ。それは困っちゃうな。あんた廃校に現れたカンパネルラか。ごきげんよう。君たちが学園に突入するあたりから見物させてもらったけど、いやこれが面白いのなんのって、まさかあのタイミングで飛び入りの役者が登場するとはね。カンパネルラ様、助けに来てくれたんですね。ねえギルバート君、僕王家の姫君をさらえなんて命令した覚えないんだけどな。そりゃ現場には現場の判断があるからね。言うつもりはないんだけどさ、でもそれで失敗してたら意味ないよね。なんなの？フレイムタップ、ルシオラが使うのと同じ。さすがに彼女ほどうまくはない。でもこのくらいなら操れる。まあギルバート君の道化っぷりもなかなか楽しませてもらったし、今回だけは死なない程度のお仕置きで勘弁してあげようかな。今後結社がこの学院に手出しすることはないと誓おう。それでは皆様、お騒がせ様。また逃げられちゃったね。道化師カンパネルラ、なんとも得体の知らない少年だな。ええ、そうですね。ですが彼の約束はある程度信用できると思います。そうか。まあ心残りはあるけど、これで一応一件落着って言っていいのかな。うん、いいんじゃないかな。
今回は本当に手伝ってくれてありがとう。水臭いこといいこなし。ああ、これも同じ遊撃士としての務めさ。やっと湖畔での借りを返せた気分だよ。また何かあったらいつでも力になるからな。期待してるわね。皆さんはこの後どちらに向かう予定ですか？クローネ峠を抜けてボース方面に向かうつもりさ。今回のようなことが起きないよう各地の見回りをしながらね。そうか。あの気をつけてくださいね。お前さんたちもな。この状況が続く以上地道にやるしかないからね。ああ、せいぜいお互い気張るとしようや。そうだねえエステルちゃん。ん？何？今回一緒に戦っていて感じたことなんだけど、エステルちゃんの動き迷いがなくて伸び伸びしてた。まっすぐに成長してるなって正直感心させられちゃったよ。やだな、おだてても何も出ないわよ。それにアデラスさんだってすごく腕が上がってたじゃない。そりゃ実戦を繰り返せばね。でもエステルちゃんの場合武術の腕だけじゃなくて心の芯まで強くなった気がする。それは多分ヨシア君を探す旅の過程で自分の道を見つけたからだと思う。本当に強くなったねアネラスさん。ライバルとして私も負けてはいられないかな。機会があったらまた一緒に戦おうね。今度は私がエステルちゃんをびっくりさせてあげるから。うん、楽しみにしてるからね。お疲れ様。まあさすがと言うべきか。どういたしまして。これもジャンさんの迅速な連絡があったからよ。ええ、カルナさんたちのおかげで突入が成功したようなものですし。それが僕の仕事だからね。ともかく大事に至らずほっとしているところだよ。もっともこの動力停止現象が完全に解決されないことには。それにまた結社の連中が何かしでかさないとも限り、この先も気を緩めずことに当たるべき。確かにそうね。うん、この先も気をつけて。あっと、そうそう、学園の事件のことだけど、査定は済ませておいたからね。報酬を受け取りたいときは改めて報告を選んでほしい。あ、うん、ではこれで失礼します。Thank you.
れ様。無事何か依頼を達成したら。今のところ報告で何か依頼を達成した。さ、後ろが詰まっとるんじゃから。使わないとここまで暗いとはな。暗視ゴーグルをつけていないと移動するのも難しそうだ。もし持っていなかったら町のど…うん、いずれにせよ。
予想以上にさすがにこの状況じゃ仕事にはならんだろうな。それに当然だけどエレベーターも使えないのよね。そうなるね。他の階に行くとしたら非常階段を使うしかなさそうだ。Thank you.